ああはい、じゃあ準備できたんで始めます。6月21アンダーナイトインバースエクセレイトコンバットエッジ全杯始めていきます。お願いします。はい、あざす。今日は37名です。今日1台でやりますよ。やだ、いや2台じゃない、2台でやる。じゃあ2台でやろうか。じゃあじゃあ2台でやりますか。じゃあまずゼロ回戦、クロウさん、元近さん、クロウさん、元近さん、じゃあ手前で、で奥、あこれだ、かなめもさんとヒロドゥさん、ヒロドゥさんいます。対戦中、じゃあ飛ばしますか。クロススピードさん、セナルさん、すげえ嫌な顔してるな。あ、伏瀬さん、ちょっとマイク持ってもらっていいですか。ちょっと設定変えるんで。出るの、出ないの、出るの、あ、いいや、どこ、キャラバランスはどうでしょう。結構偏りがあるんで、はい、始めないで。これひどいよな、寄りすぎてるよな。1回戦これどういうことですかね。言うても日本選手だろ。いや全然日本選手だから全然ワンチャンあるよ。あれ、おい、あれ、もし、え、覇王ってサットさんのこと。あ、じゃあ ローさんに200円渡してください。じゃあ準備できたら始めちゃってください。じゃあ、手前台が元地さんのケアスとクロウさんのメルカバ。さあ来月ついに家庭用発売を控えてる今作ですが、給料日前、そうちょうどね給料日前に出るという。さあ開幕は、ダッシュで、空中ダッシュで一気に近づいていく。で、アジ君はも自分のところに戻していく。あ、なんか冷戦が続く。さあ、前シーしてから CS して、さらにもう一発当てた前シーが当たる。さあ、とりあえず受け身取って、さあ、メルカバのターンになってる。さあ、グリッドはケイヤス側に来てるか。さあ、裏回って、画面端、さあお互いに冷静な立ち回りをしている。さあしっかり中段立って CS してから近づいていく。さあコパンコパンと投げは抜けている。さあ最後に波動が当たって、さあまたもアジ君が活躍していく。アジ君をメルカバにつけて、その間にメルカバはケイアスに近づいていく。ここでベーロフ発動。さあめくり気味に当たって、さあしっかり全部使い切って、まずは元近ケイアス。さあ続く2本目、勝利当たってもう一発当たる。さあランダが当たって、ここはコンボに行けないが、
再び刺さっている。波動で締めて、さあ起きてね、またもやベルを発動。さあやり返す。さあベルオフの時間がただ過ぎていく。最後に古文を呼んでダッシュが当たっている。さあグリッドも割れてしまう。さあこれはまだ死なないが、ダイブキックで牽制して、再び空中戦に持っていく。さあなるべくアジダハーカーには付き合わないと。さあ空中から波動波動と、さあ実感をゆっくり使っていく。どっち勝ったの？激戦の末、エルトナムの勝利。さあじゃあヒロドゥさんは空いてます？まだ試合中？ヒロドゥさんってまだ試合中ですかね？はい、います。あ、じゃあかなめもさん、じゃあ奥の台で試合お願いします。手前は、さあなんかメルカバが有利になって、バエーベーロフが使って勝ったのはクロウさん、おめでとうございます。じゃあまたもやケイアス、パプピプさんと欧州筆頭さん、欧州筆頭さん、あいだじゃあじゃんけんを、さあ貴重なケイアス使いが0回戦ですね、連続で。といっても瀬戸もそんなにいないんでね。ケトチかまたモトチーさんが出るから。なんかおしゃれだ、 お互い水色カラーの戦い。いや水色でしょ、どっちも水色でしょ、これは。あ、やっぱりなるべくアジ君にの近くにいたくないんですね、お互い。さあ召喚して、さあコパン入ったか。さあセグメント入ってしまう。さあ締めて、またセグメントが当たっている。さあ一気に画面端で EX セグメント、さあここでベルオフ発動。あ、一刻と時間が過ぎていく。とりあえずユックス出して、あ、最後に当たって、最後の一発が当たって、さあ裏回って、さあかまずはパプピプさん、奥は、ヒロドゥさんの勝ち。じゃあ次奥の台でアナポンさん、ノーツさん。アナポンさんってあなたでしたか。叩きつけてベロフ。さあこの時間を有効に使っていきたい。さあ赤ビートになってるが、ボタンのボタンはしっかり押しっぱにしましょうと社長からのありがたいお言葉。さあまたもやセトがコンボしている。あーベロフは使ったが間に合う。インフィニットワース、いやイグジスでしたっけ。さあこれ死ぬやーつということで、
パップピプさんの勝利。じゃあこっから1回戦かな。すいません、クロさんまた連戦なんですけど、クロさんとコメさん。自分と相手のどちらが強いかなんて見ただけで9割方分かることじゃん。さあ時間ギリギリでやってきたコメさん、はるばる栃木からやってきたコメさんと先ほど、元地下契約を下したクロウさんのメルカバー。さあお互いハジハジ空中から攻めていくスタイル。さあ上り A、 なんか補正切りっぽく当たって、さあグリッドゲージもたんまりあったが、さあ声で締めて、さあ中段入ってグリッドゲージも割れてしまう。あ、奥の台ワンド早いですね。ノーツさんの勝利。ちょっと覇王の試合ちょっと手前で見たいな。ちょっと待ちましょうか。じゃあちょっと次ユケさんとヨッチーさん、じゃあ奥の台で試合お願いします。さあガン攻めしてたがベロフで割り込んでいく。バックダッシュで置き攻めには付き合わない。さあ位置入れ替えて、さあ指導が入る。さあまたも声で締めて、さあ去っているのは米織江。さあ起き上がりにとりあえず CS して、さあ逃げと、さあランナーしっかりガードして、さあお互いにガードが続く。ここで指導が入って、さあデビルを召喚。ここでベールオフで全てを無理返して、さああっとコンボミスってしまう。さあベールオフの時間を有効に使っていきたいところが、さあ当たっている。さらにグリッドゲージもたんまりあってバックステに集団が刺さる。さあだいぶキックが入って、さあ1本取り返す。さあ2へ入って、さあ暴れてく。さあ少し牽制牽制と、ああどうも、あー 5C でなかなか近づけない。さあ CS してから食らっている。さあ投げはしっかり抜けている。さあ CS も出せる状態。さあ中段入って、勝ったのは米さん、メールカバーに強い米さん、お見事。では続いて覇王 VS ローさん。ローさん
試合で。奥はどっち勝ちました？ゆけさん、ゆけさんが奥勝利と。じゃあ続いて奥がワコさんとヒロドゥさん。じゃあ、うん、いいのか。ワコさん、ヒロドゥさんで試合お願いします。さあ、久しぶりにサットさんがウニ界に戻ってきたんですよ。もうずっと電撃やってますからね。逆にロハさんはさウニ、電撃やってないですけどね、最近。さあ、これどう出るのか。さあ、先制取ったのはローリエ。さあ、ガン攻めしてるのはキングクリムゾン。さあ、水たまりをどんどん増やしていったが、さあ中段入ってグリッドゲージもなくなっている。さあ、何が覇王だよと周りからヤシが飛んでるが、まずはローリエ。さあ、開幕から強気のダッシュ C が入って、さあ覇王がグリッドゲージを貯めていく。さあ、スカッシュ投げをしっかり抜けて、お互いに投げは抜ける。 CS して、さあエリアルまで持っていく。さあガード間に合って、さあ今回はしっかり立っている。さあ、さあ画面端から逃さなかったが、カーマインのターンが始まる。さあ位置入れ替えて、さあ暴れている、昇竜拳で締め。これはさあ何が覇王だよということで、ローさんの勝利。覇王とは何だったのか。さあ、じゃあ続いて、テルミドールさん、ゴッドエンジンさん。